皆さんおはようございます。少年たちの賛美歌をありがとうございます。今日からいよいよ12月に入りましたね。今年のクリスマスが恵まれた年となるようにお祈りいたします。今日はダニエルの人生からダニエル書を通してですね、皆さんとご一緒に学びたいと思います。ダニエル書といえば難しい予言の書ですから、そういった教理的なことを話そうかと思ったわけではありません。この物語が1章から5章までダニエルを通して描かれていますので、それを順番に追って考えてみたいと思いました。でダニエル書というのはダニエル書の人生に起こったいくつかの歴史的な出来事が描かれています。そしてダニエルやバビロンのネブカデネザル王に与えられた夢や幻が記録されています。特に私たちは週末におりますので、そのダニエル書に注意を払って、その中から私たちはこの終わりの世にあってどのように生きていかなければならないかということを学ばなければならないと思います。そしてそのダニエル書に描かれている予言とかを研究して理解する必要があります。そしてこのかつてはダニエル書というのは封じられた書ということで、予言ということでなかなか理解されませんでしたが、この最近になってこのダニエル書の予言が解読されるようになりました。で私たちセブンス・アドベンチストは特にその意味をよく理解できるようになっていると思います。で1章から6章までは主に歴史であります。そして7章から12章はほとんど幻であります。で第1章には地上の神の王国でありますユダ王国の滅亡が記されております。12章には終わりの時に神の民が救出され、永遠に続く天の王国を受け継ぐという約束が記されています。今朝はダニエル書の1章から5節までのところから学んでみたいと思います。そして私たちは再臨の間近にいると言われています。特にこのダニエル書はそのいつから終わりが近づいているようなことがはっきりとした記録が残されています。そしてダニエルは異教の国になっても神に忠実に歩み続けました。そしてその神に忠実に歩むダニエルを神様がいかに守られたかということも記されています。で試練と困難の中にあってもやがては神に忠実にあるものは栄光のうちに終わるということが示されております。それでは一章の一節から学びたいと思いますが、一章の一節にはユダの王エホヤキムの治世の第三年にバビロンの王ネブカデネザルはエルサレムに来てこれを攻め囲んだとあります。カナンの地を征服してからイスラエルの歴史は従順と敗信の繰り返しでありました。そして敗信のたびに神は預言者を通して悔い改めを呼びかけました。しかしその警告もたびたび聞き入れられませんでした。そしてついに北イスラエルはアッスリア帝国に紀元前722年に滅ぼされてしまいました。残った南イスラエルのユダ王国もその後台頭してきたバビロニア王国に脅かされ続けていました。そしてその時イザヤとかエレミアという預言者が悔い改めのメッセージを語ったのでありますが、彼らはそれにも聞くことをしないで、ついにエルサレムは3度にわたってバビロニアに包囲されました。そして3度目の紀元前586年にエルサレムは陥落してしまいました。それに先立つことを紀元前605年の第1回崩壊包囲の時に1万人以上のユダの王国の民がバビロンに捕囚として連行されたのです。
その中にダニエルや青年たち、多くの有力な人々がバビロンに連れて行かれたわけです。3節から5節に、時に王は宦官の長アシペナズに、イスラエルの人々の中から王の系統の者と貴族たる者数人と連れてくるように命じた。すなわち身に傷がなく、容姿が美しく、すべての知恵に悟く、知識があって思慮深く、王の宮に仕えるに至る若者を連れてこさせ、これにカルデア人の文学と言語と学ばせるとした。そして王は王の食べる食物と王の飲む酒の中から日々の分を彼らに与えて、3年の間彼らを養い育て、その後彼らをして王の前にはべらやすようとしたとあります。ユダの王党の者たちがバビロン宮廷の官僚として採用されるものをされるということは預言の成就でありました。預言者イザヤはヒゼキヤ王に、あなたの身から出るあなたの子たちも連れ去られて、バビロンの宮殿において宦官となるでしょうと話しました。ダニエルと友人たちはその王党の血筋だったのです。ネブカデドネツアはユダヤの青年たちの中で最も優れた者たちを将来自分の国で仕えさせたいと思ったのです。その候補者選びには厳しい条件がありました。3年間王の食べる食物と王の飲む酒が与えられ、名前が変えられ、カルデア人の文学や言語を学ばなければなりませんでした。言語にはバビロンの言葉であるアッカド語やシュメールの古代語、国際語のアラム語がありました。それに天文学や60進法の数学もありました。ダニエルは今日の青年たちの襲いかかると同じ厳しい試練に遭遇しました。しかし彼は幼い頃受けた宗教的教えに忠実でありました。祈りは彼にとって絶対に欠かせないものでありました。彼は神を自分の力としました。神に対する畏敬の念が人生のすべての問題の処理にあたって彼を絶えず導いたとあります。ネブカドネツァルはヘブルの青年たちが彼らの信仰を捨てて偶像礼拝を受け入れるように強制はしませんでしたが、徐々にそうなることを希望していたのであります。8節に、ダニエルは王の食物と王の飲む酒と思って自分を汚すまいと心に思い定めたので、自分を汚させることのないように宦官の長に求めたとあります。彼らが拒んだ理由は、モーセの食物規制の食べていいものと悪いものの教えからがあり、またアルコール性飲料の規制もダメだと教育されていました。バビロンの宮廷の食事に預かることは偶像に捧げられたものでありましたので、それを食べることは偶像を崇拝するものと認められていました。ですからダニエルと3人の友人たちは王の食卓につかなくて済むように願い出たのでした。ダニエルはまず侍従長のもとに行き、王の食物を控える許可を求めました。しかし侍従長は拒否しました。それでダニエルは部下の世話係の人に10日間の試しをくださいと申し出ました。その願いは許可されました。ここで野菜と訳されているゼロイムと言葉は、種がまかれてできたものを指しています。それはすべての穀類を含みます。ですから穀類からはパンや他の料理も作れるわけです。ではダニエルの希望した食品は健康的に十分なものだったのでしょうか。多くの食品研究は卵乳菜食や純菜食の食事は栄養学的に十分であることを明らかにしています。10日の後、4人のヘブライの青年たちは王の食卓から食べたものに比べて
顔色もよく健康も優れていたとあります。また彼らはあらゆる分野の学問にも優れていました。なぜなら神は知識を与え、すべての文学と知恵に悟いものとされたからです。3年間の課程の終わりに彼らは最終試験である高等試験を王の前で受けました。彼らは他の学生たちよりも10倍も優れていたとあります。こうして王は彼らを王に使えるものとして選びました。次に王が彼らに意見を求めることにしました。しかし彼らは知恵と理解において全国の博士法実に勝ること10倍であったとあります。最初のこの試験に合格したことによって将来起こる誘惑や試練に対して備えができたのであります。バビロンの宮廷には全国から代表者が集まっていました。しかも最高の才能を持った人々、天賦の才に恵まれた人々、世界の与える最も広い教養を身につけた人々が集まっていました。しかしその中にあってヘブルの青年たちは誰それらの人と肩を並べても優れていたのです。肉体的な力と美、知的活力と文学的学識において彼らに強敵するものはなかったとあります。まっすぐな姿勢、しっかりとした弾力のある歩調、美しい容姿、鈍っていない感覚、汚染されていない呼吸などはそれぞれ良い習慣の証明書であり、自然がその法則に従うものに授ける気高さの印でありました。さてこの一章から教えられることは、神がすべてを支配しておられるということです。世界は神の摂理のうちにあるということです。そして品性は試練を経て訓練され、さらに成長するということです。主はヘブルの青年たちの堅実さと自制、そして彼らの同期の純粋さを喜ばれました。そして神の祝福が彼らに伴ったとあります。ダニエルのようにすべてのクリスチャンは周りの文化と交流していかなければなりませんが、神の教えを優先し抵抗しなければならない時もあるということです。第2章に参ります。2章1節に、ネブカデネザルの治世の第2年にネブカデネザルは夢を見ました。そのために心に思い悩んで眠ることができなかったとあります。どんな夢を見たのか思い出せませんが、何か気になる夢であったようです。それでカルデア人の知者たち、博士、法術師、魔術師たちを呼び集めます。私は夢を見たが、その夢を知ろうと心に思い悩んでいると言いました。しかし彼らは夢が分からないので、その夢を解き明かすことはできません。それで王は怒ってバビロンの使者たちをすべて殺すと命令します。そして侍従の長が使者たちを殺すためにダニエルのところにやってきます。ダニエルは師匠と知恵を持って応答します。ダニエルはどうして王はそんなに厳しい命令を出されたのですかと尋ねます。侍従長アリオクは王の言われたことを彼に告げます。アリオクは王が驚くべき夢を見て思い悩んだことを彼に語ります。これまで王が最大限の信頼を置いていた者たちから何の助けも得られなかったことを告げた。これを聞いたダニエルは命がけで王の前に出て、夢とその解き明かしを示していただくために神に祈り求める時が与えられるように願いました。そして王はこの願いを聞いてくれたのです。それからダニエルは家に帰り、同僚の3人の友人たちと共に祈りました。天の神の憐れみを乞い、彼らがバビロンの知者たちと共に
滅ぼされることのないように求めました。ついに夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに示されたのです。そしてダニエルは天の神を褒めたたえました。王の求めたことを我々に示されたので、私はあなたに感謝しあなたを賛美しますと感謝の祈りを捧げました。そしてダニエルは急いで侍従長のところに行き、バビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません、私を王の前に連れて行ってください、私はその解き明かしを王に示しますと言いました。王の前に出たダニエルは、王が求められる秘密は知者、法事術師、博士、占い師などこれを王に示すことはできません。しかし秘密を表す一人の神が天におられます。彼は後の日に起こるべきことをネブカデネザル王に知らされたのです。あなたの夢とあなたが床にあってみた脳中の幻はこれですと言って、ダニエルは大きな像を示し、その像の頭は純金で、腕と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足の一部は鉄、一部は粘土です。あなたが見ておられた時、一つの石が人目によらずに切り出されて、その像の鉄と粘土との足を打ち、これを砕きました。像は粉々になりましたが、その像を打った石は大きな山となって全地に満ちました。これがその像ですと言って、ダニエルはその夢の解き明かしをします。あなたは金の頭です。バビロンは金で表せるにふさわしい国でした。金属系の大質の中で金が最も高価なものであるように、新バビロニア帝国はその後に起こるどのような国にも劣らないものでした。頭がバビロニア王国で表されるように、この国は世界文明の基礎を築きました。例えばアルファベットを作り、独自進歩の数学、時間を計る器具の発明、粘土を乾燥させて大建築物を作ることや、織物繊維の技術を高め、天体が回転する技術を観測し、高度な彫刻の技術や人間の動物や巧みな像の制作などがあります。例えば時代は遡ってユダヤのヒゼキヤの時代です。ユダのヒゼキヤのところに預言者イザヤが来て、ヒゼキヤの死に死の宣告を下しました。それを聞いたヒゼキヤは涙を流して神に祈ったのです。そしてその祈りが神に受け入れられました。それでイザヤは戻ってきました。イザヤは星一軸の一塊を持ってきて、それを腫れ物につけさせなさい、そうすれば治るでしょうと言いました。ヒゼキヤは癒されることの印を求めました。イザヤは言った、主が約束されたことを行われることについては、主からこの印を得られるでしょう、すなわち日陰が10度進むか、あるいは10度退くかです。ヒゼキヤは10度日陰が退くことを求めました。そこでイザヤが神に呼ばれると、アハズの日時計の上に進んだ日陰を10度退かせられました。その後バビロンの使節がヒゼキヤの病気回復のお見舞いに来ます。それは当時のバビロンのメロダクバラダンが日時計の影が10度退いたことの異変の噂を聞いたからだと言われています。さて話を元に戻しますと、ダニエルはさらに王の夢にの解き明かしをいたします。あなたの後にあなたに劣る一つの国が起こります。また第三に聖堂の国が起こって全世界を治めるようになります。第四の国は鉄のように強いでしょう。鉄はよくすべてのものを壊し砕くからです。鉄がこれらをことごとく打ち砕くように、その国は壊し砕くでしょう。あなたはその足と足の指を見られましたが、
その一部は陶器師の粘土、一部は鉄であったので、それは分裂した国を指しますと解き明かしをします。それらの王たちの世に天皇神は一つの国を建てられます。そしてこの国は立って永遠に至るのです。一つの石が人手によらずに得た切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と鉄と銀と打ち砕いたのをあなたが見られたのはこのことです。大いなる神がこの後に起こるべきことを王に知らされたのです。その夢は誠であって、この年証は確かです。イエスはイエスキリストを表しています。石が像を粉々に打ち砕くことはイエスキリストの再臨を示しています。神の国は人間の築いた思想、文化、権力、組織、財宝、設備、建築物などをすべて壊滅させるのです。そして人手によらずに切り出された石が全地に満ちて大きな山のように永遠に栄えるのです。王は解き明かしの真実なことが分かり、謙遜と畏敬の念でひれ伏して拝したと言われています。そして王はダニエルに答えていった。あなたがこの秘密を表すことができたのを見ると、まことにあなた方の神は神々の神、王たちの主であって秘密を表せる方だ。そしてネブカデネザル王は賢者たちを滅ぼせという命令を取り消しました。こうして王はダニエルに高い位を授け、多くの大いなる贈り物を与えて、彼をバビロン全州の総督とし、またバビロンの使者たちを統括する者の長としたのであります。王はまたダニエルの願いによって、彼の友人たち3人もバビロン州の高官にさせたのであります。身を寄せている異国において、神の中から高位高官につく者が現れることは、その民を保護する上で非常に役立つのであります。このような例はエジプトにおけるヨセフがあり、またメドペルシアの首相であったモルデカイやエステルが挙げられます。この2章から得られる教訓は、2人3人が心を一つにして祈ることは力があるということです。イエス様は言われました。もしあなた方のうちの2人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろう。ヤコブの手紙5章の16節には、義人の祈りは大いに力があり効果のあるものであると記しています。ダニエルと仲間は悩みや危険に遭遇した時には常に神の指導と保護を仰いだとあります。ダニエル2章は聖書の中で大きな予言の一部であります。予言は未来を予告しています。予言をする者は人に語ってその徳を高め、彼を励まし慰めるのであります。三章は、燃える炉の物語ですが、時間の都合で少しここはダニエルも登場しませんので、省かせていただきます。しかし3章から得られる教訓というものは、歴史を通じて神の心は必要な時に神の助けを受けられるということです。偶像礼拝の問題は信仰者の生涯では神以外のすべてのは偶像になります。そして現代の偶像とは自己神であります。4章に参りたいと思います。この章は王が正式の公文書としてアラム語で発布されたものであります。歴史に残る価値あるものです。それをダニエルが預言書の中に残しました。内容は2章の夢の物語と同じように、王は夢を見ます。今度は夢のことはよく覚えていましたが、その意味ができなかったのです。それで前の像の夢と同じように使者たちに解釈を聞こうとしますが、
彼らの中の一人としてそれを解釈できる者はいなかったのです。王は困って誠実と節操、また比べることのできない知恵の持ち主ダニエルを呼び出します。王は夢をダニエルに語ります。私が見たのに地の中央に一本の木があって、その竹が高かったが、その木は成長して強くなり、天に達するほどの高さになって、地の果てまでも見え渡り、その葉は美しく、その実は豊かで、すべてのものがその中から食物を得、また野の獣はその陰に宿り、その空の鳥はその枝に住み、すべての肉のあるものはこれによって養われた。木はネブカデネザルを象徴しています。そして夢の中で天から一人の聖者が下ってきて、その木を切り倒せと命令します。木は切り倒されても切り株は残すようにということです。ダニエルはこの話を聞くと思い悩みますが、王は夢の解き明かしをするために悩まなくてもよろしいと言います。その夢の重大性にダニエルは驚きますが、勇気を振るって真理を語ります。王は王位から退けられ、社会から追放され、落ちぶれて7年の時が過ぎるまで放置されるということです。その後王が、意図高き者が人間の国を治め、ご自分の意のままに人に与えられるのを知るとき、回復されるということです。また木の根を残しておけと命令されたので、王は天が誠の支配者であることを知った後には王国は確保されるのです。そしてダニエルは王に悔い改めを勧告します。しばらくの間はダニエルの勧告と警告を心に留めていたのですが、時が経つと王は夢の解き明かしを信じなくなりました。そして警告を受けてから1年後、王が宮廷の屋上を歩いているとき、王は自ら言った。この大いなるバビロンは、私の大いなる力を持って建てた王城であって、我が意向を輝かすものではないか。この言葉を発するや一瞬のうちに、彼の理性は取り去られて、王位から追放されました。彼は人間を獣のように考える一種の精神病であったようです。ある文献によると、矛盾する命令を出したり、宮廷の者の忠告を受け入れず、家庭を顧みず、国の元首として義務を果たせなかったということです。やがて7年が経過して、彼が天を仰ぎ、意図高き方が全てを支配していることを悟ったとき、彼の理性は回復されたのです。彼は心を低くして、この懲罰が神の手によるものだと認めました。彼は公に布告し、自分の罪を認め、回復させてくださった神の憐れみを認めたのでした。神を褒め賛美し崇めたのです。この時私の理性は自分に返り、また我が国の公栄のために、我が尊厳と好奇とが私に返った。我が大臣、我が貴族らも来て、前にも去って大いなるものとなったと神を称えました。ではネブカデネザルの改心は本物だったのでしょうか。証の書には、かっての高慢の王は謙遜な神の子となった、暴君的で先制的な王が賢明で恵み深い王になった、天皇神に反抗して神を罵った王が今は意図高い神の力を認めた、そして熱心に主を恐れて国民の幸福を追求するようになったのであるとあります。四章からの教訓は、ネブカデネザルが学んだ原理は今も有効ということです。その原理は、神がすべてのものの支配者であるということです。そして傲慢の危険性を示しています。そして真に偉大であることは真に慈しみ深くあるということです。では五章に参ります。
五章ではバビロン帝国の名物王が記されています。ネブカデネザルは紀元前562年に亡くなりました。その後弱い王が起こり、23年後の紀元前539年にベルシャザルの父ナボニドスが王位についた時にはダニエル書5章の出来事が起こったのです。ナボニドスはネブカデネザルの娘の一人と結婚しました。ベルシャザルはネブカデネザルの孫にあたります。ベルシャザルはバビロンを父と共同統治しました。彼は若い時から権力の座に連なっていました。ある時彼は1000人の高官を招いて団宴会を開きました。宴会が盛り上がるとベルシャザルはネブカデネザルがエルサレムの神殿から奪ってきた神の宮の金銀の器を持ってこいと命令します。その金銀の器で酒を飲むためでした。王や大臣やその妻たちがその器で酒を飲み、金や銀、木、石などの神を称えました。主演が最高に命令があったとき、突然壁に人の手が現れ、壁に文字を描きました。それを見たベルシャザルは驚き、体が震えます。酔いが覚め、彼の良心が目覚めます。そしてバビロンの使者たちを呼び出されますが、彼らはその意味を理解できません。そこへ王妃が宴会所に入っていきます。彼女はネブカデネザルの娘でありナボニドスの妻でありベルシャザルの母でした。王妃はあなたの国には聖なる神の霊が宿っている一人の人がおりますと言います。王妃は半世紀前にネブカデネザル王に巨像の夢とその時証を示したダニエルを覚えていたのでした。ダニエルを招きなさいと言います。ダニエルはベルシャザルの前に立ちます。彼はベルシャザルがよく知っていることから話し始めます。ネブカデネザルが傲慢に振る舞ったので王位から追放されたこと、野の獣のようになったこと、そこから神を崇めるようになり王位に復帰したこと、しかしベルシャザルは彼の孫でありながらそのことをよく知っていて心を低くせず傲慢になり神に反抗したことなど彼の罪悪を検出したのです。その上で壁に書かれた文字を解き明かしました。その文字はメネメネテケルパルシン、神はベルシャザルの支配を終わらせ国はメディアとペルシャの人々に与えられるということです。王とその大臣たちが主の聖なる器で酒を飲み銀や金の神々を立てていたときに、メディアとペルシャの人たちはユーフラテ川の流れを変更して防備の都の中心に侵入していました。今やクロスの軍勢は宮殿の壁の下に立ちました。都の中には敵の軍勢が稲子のように満ち溢れ、驚いた支援の客の絶望的な叫び声を聞こえて彼らの勝ち時が聞こえたとあります。その夜のうちにベルシャザルは殺され、国はメドベルシャに移りました。紀元前539年10月10日でした。メディアとペルシャの連合軍の将軍クロスはベルシャザルが宮殿で宴会をしている最中に宮殿に侵入して戦わずして都を制空したのです。クロスがバビロンを滅ぼすことは預言者イザヤが預言していました。エレミアもバビロンの滅びを預言していました。ダニエルが第三の栄誉ベルシャザルから受けた時から数時間後にベルシャザルは殺され、メディア人ダリオスが62歳にして国を治めたのでした。ダニエルは18歳で捕囚としてバビロンに連れてこられました。それから60年以上バビロンの王宮に仕えていたのでした。今や高齢になりましたがダリオス王に認められてしばらくペルシャの王たちに仕えることになるのです。五章からの教訓は罰せられない罪は一つもないということです。
そしてダニエルの人物から学ぶことは多くありますが、彼は10代に教育された原則に生涯固く立ったということです。彼の神への信頼と忠誠心は生涯変わらなかったのです。若い頃の教育の大切さを教えられます。ダニエルと3人の友人は青年時代に神の知恵を受けました。そしていつも他者への配慮を忘れませんでした。いかなる状況の時も正しく公平で優しくあろうとしました。バビロンとメドベシャでの政治家としての彼の経験は、実業家が悔い改めて神に献身し、その動機が神の前に正しくあるならば、どのようなものになり得るかの模範でもあります。彼の知恵と政治的手腕、起点、丁重さ、忠実さは敵でさえも訴える口実を見入れなかったのです。天の神の要求に厳密に従うことは、霊的祝福と同様に物質的祝福をもたらすとあります。